あ、光栄テクモなんやこれ。EA Originals。 何これ。ワイルドアイズ。レフトへ、清原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 、看板へ、清原の打球は看板へ、なん、あ、来た。うわ、何こいつ、かわいい。頭になんか変な、桜も生えてるよ、こいつ。桜もっていうか、木いちごっていうか。うわ、テントウムシも、なんかちょっとでもおかしいね。地球上の生き物とは少しこう形が変わってる。何このカタツムリみたいなやつ。伝説のカタツムリやん。うわ、イグアナこれ。うわ、あ、これあれや、引退した VTuber や。こいつ。誰だっけ。うわぁ。グラフィック、リアリティ、エグ。あ、森の中に誘われてるのか。何あの鹿。角重そう。鹿の角ってなんか取れるらしいで、ポロって。生え変わるらしい。何これ。獣防衛。バット、ちょっとあの、キーマウなんで、ちょっと、もしかしたらみんなとは勝手が違うかも。あとちょっと画面がクソ明るい。おー!良くなった。バット斬り、居合斬り、切り下ろし、二段斬りやて。回避は C らしい。こうか。片手突き。はぁ、なんか操作むずいな、これ。ただなんか映像がめっちゃ綺麗わ。獣オンやったっけ。どこにあるのこれ。これがあの、マウスホイールね。切り下ろし。あ、空中でも唯一撃てんねや、これ。切り下ろしってやつ。ダッシュは飛ぶ。矢印だ。ダブルの押し方わかんねえ。これでも、あれか、早歩きできたのか、シフトや、これ、シフト。こうか。あー進めなくなったやん、これ。なにこいつら。なにこれ、ドラゴンみたいなやつ。あ、ダメージが表示されんねん、これ。めっちゃ便利やな。居合斬りやでしょ。片手突き。この体力ゲージみたいなのないこれ。あ、倒した。納刀。おお、長押しプラススペースで崖を登れるやって。こうか。あ、ほんまや。おー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 おお、ええ感じやん。なんか他のゲームと操作似てるかもしんない。表情が何を考えてるかわからん、こいつ。これなんかあれ、キャラメイクとも後できんやろ。立ち止まってしゃがむ。あ、いる、ほんとだ、いるいるいる。しゃがみで気配を消す。こうか。いけ。うわ、かわいそう、こいつ、こいつが何をしたって言うんや。赤肉所持数2になった。早速調理してるやん。ん？あ、これさらに進めってこと？音の主を探せ。なんかこうキャンプみたいにこう自給自足でモンスター買っていってってこと？なんかちょっとモンハンとはなんか勝手が違うっぽいな。こんなところ住めんの？何これ？洞窟や。
常にこう剣技を磨いておくか。何これ、これな、なんなんこいつ。霊法のロックって書いてある、右下に。ノートをして、あ、調べるってできた。おー、これは何、あ、なんかちっちゃい箱みたいな。これなんやねん、木箱。これどうすんの、爆弾やったら。そんな触っていいんか。ちっちゃい模様みたいな書いてある。え、こんな場所やったっけ。ん、俺がいたのこんな場所やった。え、いや、こんな場所やったわ。こっちか。あか、しかも原神の癖でこうジャンプした後にこう、は、羽生えるんちゃうかみたいな。合ってんのこれ、来た道も、あ、変な死骸みたいなのある。あ、コケ生え散らかしてかわいそうね、こいつ。すごい、もう植物に寄生されまくってるやん。自然ってのは残酷なもんや。切れへんわ。確か右が行き止まりで、こっちまっすぐやったはず。あー、行けた、戻ってこれた、ほら。で、この先だ。一応原点回帰してみよう。ここも行って、これ渡って、なんか変なおっさんおるわ。嘘。めっちゃ待たせてもうた人を。これ誰こいつ。あ、この人が引いてたんや、三味線。話す。お主、外より来たものか。喋った。ここで会うたのは何かの縁。少し話をしようぞ。このおっちゃん何者なん。かような場所を訪れるがある。すごい、あのブーンの顔してる、あの昔の2チャンネルのブーンの顔してるやん。顔がにっころあってて、なんか口がしょぼんみたいで、ブーンの顔やん。強大なる力を得たもの。どんだけ年季入ってんの、ここ。どういう人が敗れ去った地、それがこの東の国じゃ。東の国やって。住まう民は広がる獣の縄張りを恐れ、今日を生きる糧を得るのがせいぜいじゃというのに。おう、いや、千なき問いであったな。生きるのも精一杯だこと。みんな私の入れたちを見ればおのずと分かろう。その松江だろ。おい、ちゃんと引けよ、お前手止まってんぞ。お主、ちゃんと引きながら喋れ、お前。獅子狩りじゃな。獅子狩り、最終的に俺の正体当てられてんけど、これ何なんこのおっさん。何者。その通りだ。やはりか、その格好まさに獅子狩りのものじゃ。獅子狩り。そういうわしは何者かと。何者や、お前は。こいつちっちゃいな。通り、ただの学士じゃよ。学士。名は。名を。無事なとでも。無事な。先ほどの音曲は。一体どれのことかの。その生い立ち、志、すべてを聞かせてくれ。わからん、自分でもなんでここにおんのかは知らんねん、俺。いずこから参ったのじゃ。知らん。西の都から。都では獅子狩りは暮らしにくかろう。人と共に生き、人の営みをつないでこそ獅子狩りとしての。いや、もうそういうのええねん。そのもう人との馴れ合いとか、もう一人がいいんです、僕は。おじいちゃん。生まれ育った。なぜお主は獣を狩る。いや、やっぱだってねえ、獣の肉が一番うまいやん。人の暮らしに獣に侵されぬよう、珍しい獣を飼って一攫千金、より強き獣との戦いを求めて、その理由を見つけるためだ。おお、禅問答のようじゃの。しかし、なんで獣飼ったらあかんの。答えを求めた多くの者が
それにたどり着けないまま生を終えておる。なるほど。なんかでも俺もそうなりそう。果たしてお主になせるものじゃろうかな。俺もそうなりそうじゃない。普通に何の意味もなく獣を殺し尽くして死ぬ頃には俺の人生何やったんって。臭くなってしまうのは人の最中の、まあ説教っていうかね、まあ深い話だったよね。よくわかった。お主の鍋も十分に煮立っておる。あ、俺の鍋やったよ。お前我が物顔で食おうとしたやないか。俺の鍋腹を満たすがよいぞ。笹を取る。あの言っとくけど、あの分けてあげないで。もう一人分しか作ってんねんから。食いたそうに見てるけど。なるほど、ここでキャラ選択なんだね。うわ、もう一目見て俺はこいつに惚れた。この顔見てこれ。なんかあのさ、何やったっけ、山手線をこうコーラガブ飲みしながら一気に言いますみたいな、あの芸人そっくり。俺女がいいねんけど、これこれを、あ、でもちょっと女の子っぽい顔はもうあったわ。こいつ女顔いけそうじゃない、これ。こいつで髪型変えてやればいいわけよ、こういうのは。髪型、もうでも胸板の厚さが男やからな、これ。どうしたらいいのこれ。あ、これ対角線監督。あ、女の子あるやん。で、こっからもうガチでこだわっていくわ。じゃあ骨格は、まあでも今ぐらいのちょっと丸顔ぐらいがちょうどええかもな。で唇いきますぜ。じゃあ輪郭、目いこう。まず目。ああ、いいね、二重。もうバッチリ二重やな、これ。これぐらいの二重が一番ええかもな。あのな、目元はこう正面よりもこう横から見た方がこう違いが分かりやすいね。なんかちょっと釣り目気味じゃない？なんかもうちょっとこう垂れ目というか。ああ、でもええや、瞳っていうのはこうあれか。うわっか、ちょっとカラコン入れすぎて気持ち悪くなってる女子だこれ。あ、これラガンっぽくていい。ちょっと若干三白眼やけど。おい、ええやん。これ気持ち悪いな、宇宙人みたい。あ、逆にこれをちっちゃくするとまたいい感じか。あー、三白眼やな。両目の色、あ、茶色。おお、ええやん。うわ、しかもこういうオッドアイにもできるわけ。オッドアイ好きなんですよね俺。緑と、もう中二病丸出し行くわ。緑と赤、中二丸出し、中二丸出し、オッドアイ。あ、これがいい。じゃあ、あとは眉毛ね。眉毛はね、まあ、これぐらいがいいのかな。ちょっと薄いぐらいがいいわ。鼻。あ、鼻変えれるやん。もう、いかにも整形 しましたみたいな鼻がいい。鼻筋ドーン取ってる。あ、こういう鼻。違う。あ、こういう鼻ええやん。これ。めちゃくちゃ美形。ちょっと豚鼻、横小鼻が大きめのね。あー、どれがいい？あー、これもええな。小鼻ちっちゃいのええな。詳細編集。あー、鼻の長さとかも変えれるんだ。前後。何前後って。あー、なるほどね。鼻先の高さ。これは、要は眉間からの横幅。もうちょっと横幅あった方が可愛いかな。いや、ちょっと高すぎるな、鼻こいつ。もうちょいへこませるわ。あー、なんかもう、あとわずかで。何か、どっか欲しいんだよね。あ！良くなった！かなり。わし鼻度合いは、少し下げるか。ただ下げすぎてもちょっとこう、違和感あんねん、これ。ピノキオみたいになっちゃうね。だからわし、適度にこう眉間から生えてた方がいいから。あー、ちょっとなんか、もうちょい。もうちょい彫りが深い方が。向き。あ、向きとかあるんだ。あー、豚バラにもできるし。あー、いいね。なんかちょっと外国の人っぽい。
いや、向きはな、もう。鼻尖りすぎ、嘘。鼻尖りすぎ？そうかな？もうちょいじゃあ、あれする？低くする？鼻高すぎてもあれやもんね。鼻、変だぞって、その、具体的にどこが変なんか教えてやじゃん。変だぞってなんやねん。どこが変やねん、じゃあ。鼻の穴がでかい。そう。だいぶ自然になったんじゃないこれ。だいぶ自然じゃない？上下。あ、めっちゃええやん。めっちゃ美形って感じ。じゃあ次、口。唇もね、やっぱ、なんていうのかな。こう、美しい唇っていうのは、やっぱこう、上唇が薄くて、下唇が厚いみたいな。まずベースを決めよっか。あー、こういう唇綺麗だけど、ちょっとなんか人中が投げんだよな。あ、これいいかも。で、これ詳細で編集しよう。で、もうちょっと口上にあった方がいい。あ、でもなんか上、あれなんか気持ち悪いな。前後っていうのは、あー、顎が引いてるから、あ、しっかりアデノイドにもできると。確かちょっとまず髪色変えたいね。いや、まあ口は引っ込んでた方が基本的にはこう、E ラインというかね、こう横顔が美しいというか、まああまりこう引っ込みすぎててもなんかちょっと、綺麗すぎるから、ちょっと髪の毛変えていい、まず。髪をいじろうぜ。じゃなくてこうイメージが開けづらい。フワちゃんみたいな髪型あるわ、ほら。おー。イザークジュールやん。違う。髪型、なんか もっとこう女の子っぽいやつないのよ。女の子にこんな髪型させたらあかんやろ。あ、ええやん。こういう、なんかちょい綺麗おばさんいるやん。こういう短髪のおばちゃんいるよな。マッシュルームカットっていうの。ああ、いいね。あ、これめっちゃええ。急にコスプレイヤーみたいになった。これどう？オタク受けするっしょ、どう見ても。一気に可愛くなった。あ、こういうのいいじゃないですか。あ、これいいやん。なんかちょっとグラマーというか、こうもっとこう、なんかね、違うんですよ。あー、もう可愛いね。ごめん、髪色変えていい？これ。髪色。あー、黒髪ね。先端色有効にしよっか。あー、先端色とか変えれんだ。もうゴリゴリアレンジできるやん、これ。ゴリゴリにいけるやん。ちょっと、こういうキーを当てらったやつにしてみよう。これどう？あー、間違えちゃうんだ。白メッシュにしようかな。わかってんぞ、これ。基本色は、だから黒ら言ってんねん、これ。黒ら言ってるやろ？何これ。ちょっと白すぎる。クリーム色やな、これ。なんかもう、いや、めんどくさいから、もう全部黒にする。装飾の色がなんか違う。あー、装飾の色。赤にしようかな、じゃあ。いや、違う、顔はちょっとまたこっから改良していくから、ちょっと待っとけ。これは？あ、ツインテールええやん。え、なんかこの純粋なツインテールが似合う女の子にしようかな。俺、ツインテール好きやねん。で、こっから再び顔を構築していくと。え、なんか顔変わっちゃった。え、顔変わっちゃったぞ。あれ、なんか変な顔になっちゃった。え、あれ、これ顔変わった。あ、え、前髪を変えれんの。あ、ほんまや。うわー、こういうアイドルいそう。前髪変えれんのいいね。ああ、これいいやん。いや違う、だからあのカーソル触れただけで髪型変えんな、ボケ。なんやこのゲーム、アホか。お、いいじゃないの。お、いいね、このちょっと厚めのやつね、前髪が。ああ、これ無難にいいかも。ああ、なんかちょなんかちょっと立体感がありすぎてなんか嫌だ。これはどうや。あ、これはどうや。
はい。なんかでも前髪上げてる方が良くない？なんだかんだ。お前これ、こんな髪型で狩りとか言うな。何も言えてないんけ。ツインテールが似合わないんだったら骨格的に似合わないやろな。もうちょっと華奢な、いや、あのね、多分体のそのラインとかも変えれるから。おい。あ、これは？じゃあ待って、分かった分かった。じゃあもうか肉体からまず改造していくか。確かにガタ良すぎる。身長もっと小柄。頭、小顔にして。太さか。太さ。お、すーっごいシャープな肉体になっていったぞ。で、胸。乳袋みたいになってるな。ちょっとあんま大きすぎんのもな。これぐらいかな。これぐらい欲しくない？やっぱ。なにこれ？鼠径部？ああ。足か。でも足太いとやっぱこう女の子って。ああ、でもそうやな。でもちゃんとこう、お尻とか大きい方がいいか。足幅。足幅は何が変わってるのかわからん。いえ、ちょ、良くなったんじゃう？装飾。うわ。あ、いらん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 。入れ墨みたいなことやる。いやいらんいらんいらん。化粧。ちょ、ま、違う。ま、待て。ま、まず、ちゃんと顔を観察させよ、これ。顔がまだ未完成。でも正直言うて、まずこのオッドアイ終わってるから、オッドアイやめよう。ダサい。目の大きさも変えれるんだよ。なんか目の感覚とか変えられんのこれ。あ、傾きで垂れ目にできる。あ、垂れ目いけるやん。前後っていうのはこの目のあれか。要は彫りの深さってことだよね。出目と奥目みたいに言うもんな。目の位置。あ、目の位置も変えれる。すんごいこのゲーム。まあちょっと目の色一旦どっちも茶色にしようか。なんかちょっと気持ち悪くなっちゃった。え、なんか気持ち悪くない？なんか怖いねん。あれ、目ん玉の大きさ変えれなかったっけ？あ、変えれるわ。ちょ、これもう一回鼻改造してみていい？いや、多分ね、この豚鼻ベースの方が可愛くなるかも。豚鼻をちょっとこう、整形していけばいいんじゃん、これ。整えて。元が美形すぎねん、これ、高さ。あ、これぐらいにして。おー。なんだろう、なんだろう、この違和感。いや、目かやっぱおかしいの。これはどう？ゴリゴリのわしばなどうこれ。なんか鼻気に入らんのんな、これ。ちょっとここまで行くと、ねえ。あー、いいかも。あ、いいかも。あ、いい。あと小鼻か。あ、いいんじゃないの？ちょっと目、あれするか、ちっちゃくするか。ええやん。目がでかする。確かに確かに確かに。目をちっちゃくしよう。目ちっちゃくしたらなんかまた、なんかあれやな。顔が長い。あー、そういうこと。あー、こういうふうにできんねん。いや、怖い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 。むずいな。この位置で失速して。お、良くなったんじゃない？いや、なんかちゃうな。どんどん劣化してる。くっそ。どうすればいいんだ、俺は。黒目がやっぱちっちゃいか。じゃあ瞳だ。でかすぎてもなんか怖いやん。ちょ、ごめん、一回口、改造してみる？口。これとかの方が良くない？ほら。ちょっとぷっくり系。あ、これいいやん。あ、この口めっちゃいい。いや、なんかこういうアヒル口みたいな女嫌い。わからねえ。わからねえ。
どうしたら可愛くなるんだろう、女の子って。整形に、ドツボにはまってもうた。イエル、どうしよう、助けて。本当の自分がわからなくなっちゃった。いや、なんか整ってんねんけどね、髪型か。じゃあ髪いけ、普通にしよっか。じゃあどれポニーテ。うわ、これヒミコやな。なんかでもこうやって髪型変えたらちょっと可愛くなった気がする。これ可愛いやん。普通に可愛くない。可愛くない。この髪どう、お下げみたいで。でこれのさ、髪色変えればいいんじゃないの。黒にして、で、じゃあメッシュとかいらんことせんで、はぁ、来たかもしれん、これ。いや、これ来たやろ。で、前髪を、確かちょっと堀北真希っぽいな。堀北真希やな、これ。おー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 。ちょっと人妻感あるけど。うわ、この前髪堀北真希マジで。あ、でもええかも。あー、これも良き。さっきのどれ一番良かったのに、 これやったっけ。違うわ。あ、これか。だから他のカーソルに行ったらなんでそれか。アホか、このゲーム。誰がインターネット考えたバカ。だから無理や、ここにあるやつ設定でけんくなるやろ、これ。イライラ棒みたいにこういかなあかんやん、こう。もうだからそこに触れたら、じゃあこのゲームはよ。いや、ちょっとこれは波打ちすぎやな。長さも変えれる。あっ、あー、なんかちょっとバランスが悪い。前髪、また変わっちゃった。あー、もうこれ一生終わらんぞ、マジで。あ、これでよくない、もう。で、違う、まだ終わってないぞ。まだ口やぞ、口。口の詳細が終わってないからな。いや、ごめん。正直、全然好みじゃない、この顔。整った顔みたいなのを追求してたらこんなになっちゃった。わかった。輪郭や、そもそも。なんか、高橋由伸みたいな輪郭やな、これ。高橋由伸やん。あー、違う。輪郭がややおかしいわ。あ、これでしょう。これで、ちょっと頬筋みたいなやつを、こう、もうふっくらさして、膨らみを出し、頬骨出したらあの人になっちゃうやんか。いや、なんやろ、これ。もうちょっと丸顔がいいんだよな。顎がシュッとしたやつばっかやねん、これ。さっきのでよかったよね。さっきのどこ行ったん。これさっきの。あ、もう完全整形依存症や、俺。どうしよう。わからん。顎ちっちゃくできた。なにこれ、前後って。あー、なるほど。あ、ちょっとしゃくれてんな。なるほどね。ここの値をいじることによって、究極のアデノイドを完成させれるってことか。つまり。でもさ、アデノイド顔って正面から見ると可愛いねんな。これ良くない?常に何かを吸う女。正面から見ると、やっぱ可愛いよね。アイドルフェイスというか。だから、俺の骨格ってこうやねんな。口が出てるっていうよりか、この顎が。いや、これやりすぎだから、輪郭で、そっか、じゃあ俺、顎整形すればいいんだ。今度整形するときにちょっと先生に言っとこう。顎の角度というか、ここまで行くと行きすぎやけど、これぐらいか。
ええやん、幅。顎幅。あ、じゃあ顎幅ちっちゃくすると、あ、小顔になっていくぞ。明瞭さって何？あー、何？明瞭？あー！二重顎ってこと？はははははは。顎肉つきすぎやろ。いや、これはもうゼロでいいんじゃない？あ、やべえ！可愛くなった！可愛くなったよ！いいねえ。ええやん。普通に可愛い。耳のところの髪どうなってんの？耳のところの髪？確かにバグってるわ。あー、確かに金髪似合うやろな。もうでも髪いじり出したらキリないんよ、これ。あ、似合うわ。お人形みたい。クソ似合うやん。メッシュを有効にしたろ。先端、あ、先端色もさ。いや、こういうやつなんかいそうじゃない？韓流アイドルに。何やったっけ、あの、韓国の。トワイスやったっけ？トワイスにいるよな、こいつ。もうちょっと色？あ、これ。あ、この色でしょ！この色完璧じゃない？先端色無効にして、メッシュをこう、メッシュの色なぁ。メッシュの色、ちょっとこうクリーンっぽいのを合わせればいいんじゃない？もっと茶色。いや、もう、え、急になんか芋臭くなったな。あー、でもやっぱ可愛いわ。え、可愛くね？なんかやっぱこういうちょっと明るめの金髪がいっちゃんにやってる気がする。彼女に似てて、やだ、お前の彼女どんだけ美形なん？前髪、ちょっと確か前髪。あ、おー、だからまだ髪型変わっちゃったって。前髪は？いや、前髪やっぱこれが良くない？前髪これでじゃあかんの？いや、髪色はもうこれ以上いじれなくない？なんかもういっそも白とかにした方が良くない？この子。いやー、微妙か。いや、なんかもうピンク好きちゃうねんなー。いや、待て。いや、これどうよ。もうこういうのが一番いいやろ、シンプルで。下の場で明るさを変えれる。ほんとだー。明るさ変えれる。ほんと、じゃこれで金髪にしてみる、あえて。なんか黄緑っていうか、来たか。ちょっともうちょい黄色がいい。緑。え、なんか良くない？この色。いい感じにこう、ブリーチでこう、色抜けてる感じ。ね、これいいよね。なんか戻っちゃった。あ、これ。え、これクソええやん。鼻、いやもう鼻はさ、これ以上完璧にできないっしょ。なんか、あ、なんやろこれ。なんか正面から見るとブスやねんな。やかんってだからもう整形依存症になっちゃうからもう。あ、ええやん。あ、ええやん。あ、これええやん。あの、モーニング娘。の元あの、あいつみたいで、あの、こうね、安田。モーニング娘。の安田、これ。どう？元モームスの。これは。おい、ちょっともう、ちょっと高さわからなくなったやろ。ちょっと、鼻が狂っちゃった。鼻狂っちゃったんけど。で、眉毛は後で変えるに、ま、いや、やっぱ鼻これが一番可愛い気がする。あ、良くなった。理想の鼻になったかも。あ、
これ来たでしょ。なんかちゃうな、横から見る。ね、ちょっと違う、やっぱ。いや、小花はね、いや、結局、14が一番いいねん。ほら。全然可愛くないって。あー、はい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 。どんどん微妙になってくる。人中は短い。だから、人中を短くしよう、するんであれば、だから、口の位置を、今度は、おお、あ、来たのか、これは、ついに。あ、下唇の厚みとか変える。いじれるやん、ここな。いじれますやん。ちょ、これもっと早く言ってほしかった、これ。で、大きさ、じゃあ、クソでかくして、上唇を極限まで薄く、そして下唇を、あ、でかすぎ口。なんかしゃくれてるねんな。ちょ、よかった。もう、極限まで、口。うわ、来たか?ついに。うわ、これだ!これなのか。あ、でも可愛いやん、こう、透明で見たら。なんかちょっとこう、舐め腐ってる感じがいいわ。いや、お前、装備なんか、もう裸なれ、裸に。いらんねん、服とか、お前。声。見切った。超おっさんやん。これでも食らえ。あ、女の子。こいつを使う。どけるか。じゃあのごめん、男女で分けてくれ。なんでこれ混ぜたんやん。うん、十。備えておくか。構築完了。いや、十。仕掛けるか。11じゃない、やっぱイメージとしては。なんで10な、おかしいやろ。腕の筋肉つきすぎやな。あー、なんかでもこっちの方がええわ。なんかこう風呂上がりのお姉ちゃんみたいな感じで、なんかちょっと逆にエロスを感じなくない、これ。じゃあ肌着はこれ、性格何この e スポーツゲーマーみたいな。おー、でもいい、悪くない。あー、女の子やな。で、押すってこと。まあこれか。え、最小でこれなんだ、胸。最初でこれなん?シルエット的にはもう、ね。胸ある方やけどな、これ。あー、いい。いや、いいんじゃない?いいんじゃない?困り眉にしてみるか。あー、眉毛で、だいぶ印象変わるな。おー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 。じゃあ、そっか、この眉の色もじゃあプレセットと同じようにすればいいのか。あ、いいんじゃないですか?もう。化粧わからん。え、なんか、なんかブスになった?え、なんか、こいつブスになったぞ。急に。なんか書いたっけ?いや、一緒だ。あ、これぐらいやった方がいいかもね。まつげ。あ、なんか素朴な感じでいいかも、これぐらいが。あんままつげバキバキなの好きちゃうね、俺。なんかこうやってるとさ、ちょっとこの目の二重幅気にならん?もう一生終わらん、マジで。なんかブスになってんけど、こいつ。お、何これ、誰や、知らん、こんなやつ。ああ。いや、悪くないぞ。初期顔が一番良かった、お前じゃあこの1時間何やったんじゃん。前髪なぁ。いや、前髪なくていいんか、じゃあ。ない方がええわ。結局ない方がいいんだ。淑女って感じでええな、これ。これ一番しっくりきたかも。穴雪やせ、穴雪。金髪壁画にしてみる、試しに。うわぁ、これ。完璧でしょ。金髪には青い目っていう相場が決まってるから。青すぎるとなんかアニメっぽいから。ああ、もうこれですわ。これでしょ、もう。いや、いいんじゃないの、これ。完了。さあ、僕たちの冒険は、これから始まるぜ!時に、お主には行く当てが。急に顔変わったけど、このおじいちゃんは何も思わんかな。獣を狩る。
お、あーなんか出てきた。おお、ついに獣を狩るのか。逃亡してる。ほれ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 、さあ全員なぎ払っちゃおっかな。僕の剣でダメージがあんま入んねえな。このごめん、真ん中の表記邪魔や。これ邪魔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 。お、一人やります。どうもくそ、こいつもギチャギチャに切り刻んであげよっかな。これでとどめをさせて、何剥ぎ取り、剥ぎ取りしようってこいつ。うるえ、こんなもんじゃい。どんなもんじゃ、こんなもんじゃ。こいつか。あれ主ってどこ。氷雪をもたらす獣を狩れ。何これ、つかめ。そうだ、つかむんだ。ナイス。なんか原神みたいでいいな、この辺のなんか体力ゲージが。こいつだ。よし、狩ります。今から。何こいつ強そう、共食いしてるやん。なんだこの威圧感は。うわ、高級ミニ戦持ってこないと。こいつか。回避が C ボタンだから、うまくこの C を使って回避していこうか。これ勝てんのね、これ勝てるの。ものすごく吹っ飛ばされたけど、主人公の残りゲージみたいなのが分かんない。くっ、ごめん。で、しっかり回避。そうだ、こういうやつ足元を切っていけばそのうち効けるから。ほれほれ、そうだそう。お、いいじゃんいいじゃん。え、俺上手くない？ワイルドハーツ基本的にね、モンハンでもそうやけど足元が一番弱いねん、モンスター中の。こいつら適当にこう回避運動しとけばまあ当たらんわけよ。で、こう V 破壊狙って尻尾とかをこうぶった切っとけばまああとは楽勝なわけよ。こうやって俺ら、うわはは、うわ、え、なんだこれ。あ、やべやべ、あ、これ、あ、いや、あれ、ま、負けで？嘘、かた、普通に硬そうやったぞ、俺。あが、食われる。あ、食われちゃう。助けて、さっきのおっちゃん。え？とどめを刺さないのか。この世界には何が待ち受けているって言うんだ。くこの大地全てがモンスターだというのか。あ、大陸が、大陸が動いた。なんなんだこの化け物は。だがわかる、少なくとも今の私にはこいつを狩ることはできない。